あの、先日ですね、僕がクイズでドッキリを仕掛けられるっていう動画を撮ったんですけど、まあその続きで、まああれはドッキリ用のクイズだったんだけど、まあ今日はね、ガチライバロリクイズってことで視聴者参加型、今からね、ツイッターで、そのクイズの部屋ツイートするんで、まあ多分結構な人がね、参加してくれると思うんですよね。まあその中で、1位取ってこそ本物と。ジャンルライバロリなんで、まあ、俺がまず負けるわけないんですよね。対戦していこうと思います。今部屋入ったんですけど、いや結構いますね。今俺が入った段階で800人ぐらいいて、あのチャット欄がもうぐっちゃぐちゃですね。うん、チャット欄がもうぐっちゃぐちゃになってて、ちょっと次あのコメントの流れるスピードがちょっと尋常じゃないんですけど、とりあえず挨拶しとくか。よろしくお願いします。あ、問題数30もある。めっちゃあるやん、問題数。俺、名前未設定だから、誰も気づかないのかな。よろしくお願いします。って、俺がコメントしても速攻で流れるからもう意味がないわ。大丈夫？これ落ちるとかいう展開ないの。あ、始まった。始まりました。1000人ぐらいいましたね、最終的に。やべやべ、わかんない、何これ。ちょ、紙つぶやい、やばいってこれ。ぎゅうぎゅうじゃん、これ。え、なにこれ、どうやって打つの、このスタンプみたいなの。俺も打っとくか。あ、やばい。うっさ。ライバロリのツイッターにも なっている、緑色のキャラクターの名前は何でしょう。バー君。ピモブー、ピモブー、ピモブー、ピモブー。そう、音、大丈夫ですか、これ。バグってない、これ。いや、でもこれ正解できなかったらもうこの先の問題絶対ついてこれないよね。で、これだってそのライバロリの本名は何でしょうかと同じぐらいのレベルの問題だと思うんだけど、次の問題いかないんですけど、これ30もあるけどいける？あれ？これ次あれ？これもしかして固まりました？もしかして固まってないっすか？もうねー、なんて言えばいいかわかんないっすね。あ、第2問来た。2020年にはライバロリが中退することになった、学校の名前ね。有明工業、これ昨日の動画でもあったんだよね。昨日っていうかこの前上げた動画でも。正解してる方多いと思うんですけど、はい。でも、まあ、これを正解したのはいいんだけど、これ全部で30問あるらしいけど、この この速度で言って大丈夫か。まあ今のところ2問やって2問とも正解っすね。うん、はい。第3問。偶然にもライバロリの YouTube 動画初投稿はこの日である。七夕とも読まれるのは何月何日？ 7 月7日。はい。いや、これ僕が YouTube に初めて動画投稿したのは、まあ今から3年とちょっと前かな。まあこれは別に狙ってたわけじゃなくて、なんか適当にあげたらたまたま7月7日だったんですけど、なんか覚えやすいんで、まあ僕の YouTube デビューは7月7日ってことで。これなんかプレイヤー最初の段階から増えてるけど、これ途中参加とか可能な。今1238人いるんだけど。でもこのミーハヤ結構やってる人多いんだな。これ別になんか1位になったところでなんかあるとか言うわけじゃないですけどね。いや、これスタンプみたいなのを押してるせいでさ、絶対次進むの遅くなってるだろ、これ。ライバロリと顔が似ているとたびたび名前が呼ばれる。これは、水上そうくんですね、多分。よし、正解。めっちゃブー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 言ってるけど、こいつは何しに来たん、ここに。絶対名前、でも1000人ぐらいいたら名前全部見ようにも。見れないもんな。第5問。とある予備校 CM のパロディでライバロリのサブチャンネルにおいで再生回数が最も多いのは、東進ハイスクールですね、多分。はい。じゃあ明らか重すぎるから、重ってツイートしよう、ツイッターで。あれ、俺これ閉じちゃったら、もしかして再参加できないとかあるかな。あ、いけそう。
第6問、現在ライバルリのメインチャンネルで唯一再生回数200万回を超える、これサトシですね、多分。え、あ、サトシパかな、サトシパ、オッケー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 、多分サトシパの動画がなぜかめっちゃ、あれなんか上げた時からめっちゃ伸びてたんだよな。第7問、はい、ライバルリの名前の由来にもなっている2つ遊戯王、あ、ライトロードとバルバロスですね。俺の名前の由来は、その俺このハンドルネームつけたのが、中学3年生ぐらいの時なんですけど、その時遊戯王結構やってて、いやもうちょっと前やからな、なんか覚えてないけど、なんか遊戯王中学生だったの覚えてて、まあ、その時遊戯王やってたのも覚えてて、なんか好きなカードが2枚あったんですけど、まあ、それがそのこのバルバロスってカードと遊戯王のデッキのテーマあるライトロードってのが好きで、まあ、それを混ぜて当時の僕が何を思ったか分かんないけどライバロリーになったっていう、うん、まあリがどこから来たのか分かんないけど、はい、そういう由来になってます。第8問、意外にもライバロリーの一番好きなポケモン、これは、ルカリオではなくてポリゴン2ですね。ポリゴン2剣盾にいないんで悲しいですね。まあ、ポリゴン2が好きな理由はちょっといろいろあるんですけど、まあ、色がまず鮮やかなんですよね。そのマゼンタ色とっていうのかな、なんかそのピンクっぽい色となんか青色の鮮やかな2色でフォルムが丸っこくて可愛いし、あとポリゴン2、その Y が対戦始めた時に結構好んで使ってて、まあ第5世代の敵なんですけど、めっちゃ強かったんだよね。受けもできて、火力もあって殴りもできるっていう点でなんかめっちゃ気に入って、で、放電って技があった、っていうか、まあ、今でもあるけど使ってて、なんか運勝ちめちゃくちゃ呼び込んでくれたから、まあ好きっていう話。第9問、ポケモン大好きクラブ編集部大好きさんからの相談で始まったポケモン大好きクラブの寄稿記事ライバルリバトルコース第1回のタイトルはバリアードバリアードこれ懐かしいな。ポケモン大好きクラブっていうなんかサイトあるんですけど、そこに僕が書いた記事何個か載ってるんで、まあ、知らない人はぜひ見てみてください。剣盾じゃなくてウルトラサンウルトラムーンなんで、まあ、ちょっと前の話なんだけど。大丈夫、名前の由来を冬に飼い始めたからとかなり安直であるライバルリの飼い猫の名前は、冬くんです。てかさ、多分俺この右上のこの見設定100、まあ今10問やって全部正解してるんで100点ってことなんだろうけど、これ404ってことは404番目にボタンを押したってことが、いや早いな。でも1505人中404ってことはだいぶ遅いから、いやでもこの12345678910、あの9番目に押したやつ成功してる。あー9ぐらいまでだとここら辺ぐらいから成功し始めるのか。あ、こうやって見んのね。結構ミスってるけどね、序盤いきりの民。はい、まあその冬に飼い始めたプラス色が白いからなんか冬でいいんじゃないかみたいな話になって冬になりましたね。誕生日はちなみに9月27日です。はい、ではその冬くんの品種はラグドール、これねラグドールっていう種類で、まあ、よくなんかラブドールと間違えられるんですけど、まあ、僕もそのラグドールって名前を初めて聞いた時、まあ、そっちの方に頭が引っ張れられてたけど、まあ、これはラグドールです。フレンド申請してる場合じゃなくて。第12問、ただプレイしていただけがライバロリのメインチャンネルの最も低評価、スープラトゥーン、スプラトゥーンですね。あれ、これスプラトゥーンじゃないの、スプラトゥーン、あ、違う、あー、やばい、ミスった、うわ、だりー。いや、マジだるいって、これ2までいらんやろ、ちょ迷ったし、時間なかったし、だるスプラトゥーン2ね、はいはいはい、スプラトゥーン2の僕のプレイ動画は YouTube 動画上に、あれ消したっけな、この動画、この動画消したかもしれん、あの生放送のやつは残ってるんですよね。僕と安城と太一さんと向こう先生でやったあのスプラトゥーンのやつは残ってるんで、あれ結構おもろかったな。でもいや結構どころじゃないな、かなりおもろかったな。スプラトゥーンやってて初めて面白いと思ったかもしれん、あの日が。第13問、ライバルリが最も好きと語っているポケモンの技ってルカリオやカイル新速ですね。これ僕が一番好きな技おい、これクイズ作ったやつすごいなどこで調べてきたんこれ。まあ、僕何度も言ってますけど、ポケモン対戦で一番好きな技は新速ですからね。そう、僕一番好きな技は新速なんですよ、実は。
なんか結構言ってるか。最近はその新速使ってないし、カイリュウとかもいないし、なんか新速使える今いる環境のポケモンがルカリオとウィンディーぐらいしかいないのかな。もうちょっといるかな。まあ、メジャーなとこだとその2匹しかいないから、あんまり見る機会がないからこの話してないけど、まあ、圧倒的に誰も届かない。まあ、新速ってなんか先制技の中でも優先度がめっちゃ高くて、まあ、圧倒的に他の追随を許さない上から叩き潰すっていう性能が好きですね。ハイタイジオもライバロリーがソードシールドが発売する前に準備しておくものはこれだけと語っているものは何。なんでこれ何、え、これ何、ニンテンドースイッチかな。うわーいやー、ま、いやーいやーうわー、これ分かってるのに押せないやつ悔しすぎる。いやーこれなー、いやそうなんですよ。なんかその結構聞かれて、なんかそのウルトラさんウルトラムーンとかも買っといた方がいいっすかねみたいな結構聞かれてたんですけど、まあその互換性ないの分かってたし、なんか今からわざわざ新しいものを準備する必要なんてないって話をして、まあスイッチだけあればいいよっていう話をまあしてたと。まあちなみにポケモンはね、結構これもまた聞かれるんですけど、今から買うのどうですかって。まあ全然今から買っても楽しめると思いますね。第15問、クイズポケモンを検索候補から当てろや、ドッキリポケが対戦中にいきなりダメか。これタナッチだな、多分一緒に撮ってる人ってことだよね。タナッチですこれ、はい、などの動画でコラボしているはじめしゃちょーのはたけのメンバーは誰でしょう。タナッチ、はい、ここは簡単ですね。やっと半分終わったんだけどいや待って、でもこれクイズ作ったやつが普通にすごいよなこれ。まあ、今のところ15問中13問正解してるんだけど、前より正答率高いやつおるんかな。60点取ってる人とか結構すごいよね。70取ってる人もいるじゃん、すごっ。ポケモンマスター、ちょっと待って、ライワロリの動画、ED にも伝わってる、そうのない世界で公開されてる、これは、そうのない世界で公開されてる曲の名前はね、裸の王様、はい。トゥ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 。100点超えのやつ見つけたいな。いないかな。お、いるじゃん、カバリー、カバリーカバリー100点。いや100点はねすごいんだよね今んとこ。あ、100見せて、あ、こう100、あーすごい。でも104、俺より高いやつやっぱいないな。これ指先変えてちょ、笑っちゃった。バンビー君の顔やん。動画ラップで俺の相棒ポケットたちを紹介してみたらおいて、最後は適当でもいいよな。うわー、これ何、ミミッキかな。あってた、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょ、うっすらと記憶の断片に残ってた。マジ危ねえこれ。いやこれ正答率低いでしょさすがに。自分でも分かんなかったもん。うちのゲン、ナマ、ヒードラン、最後は適当でもいいよな。ミミッキュでフィニッシュ。おー、友達と一緒に終わり。第18問、イサポロのケンツメシミカクラロワこれ逆称じゃないな。クラッシュロワリュ、これクラッシュロ、これ絶対答えれるやついないだろこれいや多分このイスタンボロンキンズペシミカモンヤといえば、オーニーランのゲーム動画を投稿しているでしょ。クラッシュロワリュってゲームで、俺動画投稿とかやってないんだけど、このゲームの動画めっちゃ見てて、あの多分ポケモンのワンチャン次にやってるゲームなんだよね。それぐらいやってるんだけど、これ絶対答えられた人いないだろうな、これ。これむずいもんな、これ。いるかな、これ答えてたやついたら嬉しいな。あ、一人いる。あ、でも結構いるな、すごいな。じゃあ、ここ、この問題、じゃあ次、ちょっと、ライバルが考案したと対戦企画で進化前のポケモン、あ、これリトバスですね。リト、ル、バ、ス、リトルバスターズって本当はね、あれなんですよね。なんか、ゲームと、まあ、アニメもやってたっけ。そうそうそう。もう全然それなんですけど。なんか当時は見てて面白かったんですよ。アニメもね。うわ、おもろーと思って見てたんだけど、多分今見ても多分あんま思んないだろうな。これ、あの、ディスとかじゃなくて、多分ね、感受性、俺自身が悪いんだけど、アニメ見てもさ、楽しめなくなったんだよね。感受性が乏しくなってさ。第20問。現在、ライバロリーがニコニコ生放送を行う際に使われているコミュニティ、うわ、でもね、あ、欠陥性だ。危ねえ欠陥性、月刊せ、あーそう、ちょ、これ分かってない。ちょ、開かなきゃ読めなかったんだって。うざー、これ分かってたって。ちなみにこれ月刊製品ってのは、
僕が好きなね物語シリーズを書いてる西尾維新先生が一番最初に書いたザレ言シリーズっていう作品があるんですけど、それに出てくる主人公のまあ二つなっていうか、まあなんかそのあれっすね、称号みたいな感じ、ザレ言だけどね。次、いやちょっと待って、集中しよう。ライバルリーは成人式に参加した丸かバツか、丸成人式には参加しました。ただ成人式の二次会みたいなのあるじゃないですか、地元の人たち集まるみたいな。なぜか俺誘われてなかったんで行きませんでした。周りの人は全員誘われてたけど俺だけ誘われてなかったんで帰りました。だから成人式に行って良かったか良くなかったかをその言うんであれば、ギリ良かったですね。これ結構話してるんですけど、理由もね、初めて好きになった女の子とね話せたんで、めっちゃ可愛くなっててね話せたんでね、まあ、それだけはめっちゃ思い出に残ってます。それでギリプラス。第22問、なぜ100万再生を超えたか本人も分かってない、メガスピアの動画。いやちょっとこれなんだっけ、アナミラキシーショックだ。あ違う、なんだこれ、メガスピアとアーゴメンを使った動画のサムネイルに書かれている動画なんでしょう、確定のやつ。あーちょっと待って、これ多分ねタイトルがアナミラキシーショックかなんかなんだよね。で文字は確定のやつで、いやこれはねガチで、なんで俺も100万再生超えたか分かんない。これね普通の対戦なんだよね。だから今普通の対戦上げてもまあ大体20万再生いくかいかないかぐらいなんですけど、これもなんか似たような感じで、まあ、当時の自分だと多分大体12万再生とかだったんだけど普通に上げて、ね、でもこれだけなんかめっちゃ伸びて100万再生超えたんだよね。普通の対戦でなんか企画とかでも何でもないのに上げたらなんか伸びてさ、うん、なんかマジわかんない、 YouTube のバグだわこれ。うわちょっと待って、正答率下がってきた。いや怪しいよなこうなってくると。わお分析通りというセリフ、ねじきねじき、はい一番目のやつ、早いこいつこいつさ、一番最初にさ、押しててさ、正当してるのやばすぎでしょ早すぎだろ、こいつ。第2条も、恋人が等間隔に座っている様子が、鴨川ですね、これ。多分最近は外出てる人多分いないんで見らないと思うんですけど、あコロナのせいでね。まあ、いつもだったらこれぐらいの散歩しやすい時期は鴨川に行くと、あのカップルが等間隔で座ってるっていう、まあ、これは有名ですね。あの京都に行った際に川に行ってみてください。いやガチでカップルが等間隔で、座ってるんで、ね、鴨川はその京都の中でも市街地の中にあるんで、その、まあ、市街地を流れてるところもあるんで、まあ、割と行きやすいところですね。はい、第20問、ツイッターのハッシュタグ自撮りつなぎでライバルが次に告げた、松丸亮吾くん。松丸。いや、これ早く押さないとな、時間なくなるもんな。はい。これ、これちょっとおもろいな。しかもね、25問中2問しか参加してないからな、ここまでいるのに。逆、ちょっと、笑うのやめよう。まあ、結構軽くなってきたね、最初の方に比べたら。多分これ最後まで参加してる人いないんだろうな、途中で落ちた人ともいるんだよ。バルハラのバルチャンネルで世界一番好きな食べ物と語られている、食べ物はトマト。僕が一番好きな、その食べ物っていうか、あの料理だとそのラーメンとかさ、そういうのが上に来るけど、その食材を選べって言われたら一番好きなもの何かってなると確実にトマト。いやこれは間違いない。はい、現在非公開になっている幻の動画で全種集めて壁紙を作ろうとしていたものなんでしょう、ポケモンカード、ポケモン、いやこれね理由があって、じゃあ俺が初めて動画でポケモンカードの開封を上げた動画が、なんかね20周年記念で発売されたポケカのパックだったんだよね。で、まあ、初代のポケモンが入ってるポケカのパックだったんだけど、初代のポケモンに、注目されたパックだったから151匹そのパックだけで集まると思ったんだよね。だから151匹分の壁紙をそれで作ろうと思ったんだけど、いや無理で、結局諦めましたいやでも今作れるのかな、今結構ポケガの種類今手元に持ってる分だけでも結構増えてきたから、いやもしかしたらいけるかもしれんな。でもめんどくさいから、あライバロリが配布企画をするはずだったが、未だ逃亡中のヤレユータンに付けられた名前、あれ、あ、そっちか。ババユタかだと思った。ユタかババか。いや、これ、ヤレユタンも、多分1ボックス以上分ぐらい、あるんだけど、まあ、ウルトラサン、ウルトラムーンにあるんだけど、ウルトラ、まあ、そもそもヤレユタンが剣盾にいないし、まあ、ウルトラサン、ウルトラムーンのポケモンを剣盾に連れてきたとしても、ランクまで使えないんだよね。まあ、だから、ちょ、配布してないけど、たまに別のポケモンを配布することで、ちょ、代用してるんです、そこら辺は。
多めに見てもらいたいですね。ヤフー知恵袋ではこれってライバロリさんですかって、柴田ライバロリさんですかって質問されてた、写真付きの質問が投稿されていた炎上系 YouTuber は誰でしょう、柴田。でもこれねこれおもろかったな、動画残ってるんですけど、いやたまにね自分のおすすめで出てくるんだよね。いやこの動画おもろいから見た方がいいっすよ、ガチで。サムネ見ただけで、あこの動画のことかって言ってるの分かるんで。30本目なんだ、鳥に何の問題を持ってきたこれ。橋の持ち方、ケーキの置き方、ペットボトルの開き方といえば、多分これ鍵物だな。鍵物。オッケー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 。いや、これ結構いいんじゃない？ 5 問しか間違えてないしな。全部終わりました。30問中25問正解。しかも、別に5問ミスったけど、まあ、実質わからなかったのってさっきのやれゆうたのニックネームぐらいで、他はなんか押しミスとか、なんか、時間足りなくて押せなかったやつとかだから、まあ、実質、ねえ、あれっすよ、98点ぐらい。うん。え、ちょ待って、ええ、ちょ待って、ちょ待って、え、俺さ、ちょ、うざい、うざい、うざい、ちょ、ちょ、どけ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 、え、ちょっと待って、え、に、こいつよ、280点取ってるやつ。え、待って、あ、これが1位なのか、290点取ってる人が。で、グリーシア、コブチャ、え、やばくない？この5位の250、これ倍でしょ？え、えぐちょっと待って、え、こいつなんで Y より答えられてる？え、やば、逆にこの人1問何答えられなかったんだ？え、めっちゃスタンプ押せんよ、こいつら。6位までしか表示されないんか？あれだわ、いけないものを見てしまった。はい、ということでね、うわ、マジマジかー、うわー、眠い、うわー、はい、ということでね、ミーハヤ、普通にライバルリークイズとかじゃなくても、普通のクイズでも、まあ、おもろいやつあるんで、まあ、よかったらやってみてください。いや、別になんかこれ、いや、てかね、あれですね、今回の失敗は、じゃ重すぎたことだな。1000人はね、やりすぎた。次、ちょっとね、なんか人数絞れるらしいんで、じゃ次絞ってからやろうと思います。うわーい！